久しぶりに名古屋球場寄ったとととついでに金山久しぶりに来ました。ここが松田ボクシングジムです。ほんと普通の家なんだけど、この松田ボクシングジムで80年代後半から90年代畑中清、あと薬師寺亜生の2人の世界チャンピオンを輩出し、中部のボクシング界だけではなく日本のボクシング界を完全に中心だった松田ボクシングジム、すごい普通の家だろうなこれ。ほんとこんなで世界チャンピオン2人輩出して名門ジムですよ。